はい、聞いていただきました。何度でも、まあ、マグニファイ、からリリースということですけども、どれも本当に洗練された、ね、アレンジとまたライブパフォーマンスで、曲名通り何度でも聴きたくなっちゃうよね意味合い違うけどねいやー、なんかこの曲のエピソードとかどうですか、まあ、ライブレックって感じだったのかな。あ、これは、うん、ライブレックでもしたんですけど、うんうん、その後でもう一回撮り直してるので。あ、そうなんだ。まあ、別ですね。うん、でもライブレックの方も結構僕好きなんですけど、やっぱ音的にドラムとか入っちゃうので、うん、それはやっぱ使えないので、別でボーカルとか、はい、これもなんかちょっとテイストがロックというか、こうなんか ねちょっとこうシアター感を感じたんだよね俺は聞いててなんていうかな、なんかショーというか、あ、うん、でも確かに僕もこれ結構面白いことに、なんかもうリリースされる前に2箇所で歌ってて、うん、あ、そうなんだ、人前で歌ってて、そう、なんかぴったりだなっていう、なんかね、タキシードとか着て歌うイメージこうもうカチッと、そう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 確かにバンド全部タキシード違和感、うん、かっこいいよねきっとねそうなんだ、いいな、まあ今後もねきっと歌っていってもらえるような曲だよねこれもね。そうですね、いいですね。あのちょっとリオにあのせっかくの機会だから聞いてみたかったのが、はい、まあ、ちょっと SNS のことからつながることなんだけど、まあ、僕たちクリスチャンとして、はい、まあ、日曜日教会に行ってっていう、まあ、それで聖書を読んだりとか、同じクリスチャン同士でいろんな交流もあったりするけど、うん、今のそのリオ世代から見た、まあ、教会というか、うん、そういう信仰を持つことってどういう感覚なのかなと思って。そうだね、これはもう感慨深いトピックっていうか、感慨深い一気に深みに本当に今やっぱこう信仰を持つっていうのはやっぱ、うん、なんか特にこの日本においてすごい難しいことでは確かにあって、うん、やっぱりこう僕はやっぱそのもう教会のありきの生活で育ってるから、こう信じるっていうことだったり教会に行くってっていうそのコミュニティと接するってことにもう抵抗がなく育ってきたけど、はいはい、ふと考えて、うん、もしそういうのがなしで、うん、いきなりそれを持ちますか信じますかって言われたら確かに難しいなっていう、うん、このやっぱ教会に行ったらもういきなり賛美もするし、うん、もう歌うし、いろんな人と話すし、うん、話すし、もう30分とか1時間の長めの話を聞くしみたいなやっぱ慣れてると、そうだよね。でもやっぱこう日本で持つってことはある人はやっぱり恥ずかしいと思って隠したりするけど、やっぱなんでしょう、このなんそのやっぱ僕はやっぱもちろん葛藤もありましたけど、うん、その持つやっぱこれも賭けですよね最初は。やっぱどんなことでもやってないと、なんでしょう、統計がないから何しても賭けなんですけど、うん、でもやっぱクリスチャン生活ってそれで歩んでいけば歩んでいくほど、こうあの時そういえば主は一緒に動いてくださったなっていう、この経歴がつくから、うん、面白い表現だ、経歴がつくから、この今怖くて一歩進めないって時も、うんうん、いやでもあの時いたもんなっていう経歴のこの統計のもと、この人生の統計のもと、これ何その表現進んでも大丈夫っていう、うん、だってなんか絶対にパラシュートって確かに存在しやなかったら、うん、飛べないじゃないですか、うん、だけどいろんな人のパラシュート見たり何回か飛んでたら、うん、これ開くから飛べるっていうこの経歴のもと、うん、いけるっていう確かにね。でも本当そうだよね。神様に信頼する。でも、保証はある意味あるかないかみたいな。ないかっていうのは、確かに。でも、飛び込んでみてみたいなところあるよね。結構同世代でそういう、なんか信仰のこととかも話したりする？クリスチャン同士。そうだね。結構、やっぱ話す人と話さない人は確かにいるけど、話す人の時は、本当に深い話までもいって、でやっぱ、うん、同世代と話すことが一番やっぱ大事で、確かにね、お互いを励まし合えるし、ね、うん、やっぱその
なんか恥ずかしさがもしあったとしたら同世代にいたら恥ずかしさもなくなっていくし、うんうん、それがあこれでよかったんだっていう思いになるから、うん、そうだよね。なんか信じてる神様は、まあ、唯一の方だけど、うん、やっぱ世代というか時代ごとで、うん、やっぱ微妙なこうね感覚の違いとかね、うん、あるだろうから新鮮な意見も取り入れつつ、うん、なんか僕も自分にできることをしていきたいなと思いました。そっか、またちょっと別の機会にあのこの信仰についてとか ねできる話したいと思うんだけどまあそのまあ、まあパラシュートっていう例えがあったけど、はい、クラファンとかもねやっているということで、はい、アーティスト活動においてもそういうこう未知の世界に飛び込んでいくっていう、そうですね、クラファンはどういうところで関わってきますか。どんなところに結びついてる。クラファンはさっき、2曲流れた朽ちない冠と何度でもって流れてたと思うんですけど、うん、それどちらともマグニファイ東京っていうグループが出してるんですけど、うん、そのグループでそのグループもともとプロデューサーがイギリスにいて、うん、そのイギリスのにあったコミュニティを日本でまた持ったっていうグループなんですけど、はい、その日本のチームがイギリスに現地に行ってその現地の人たちに音楽を届けるっていう企画を今、うん、8月の末から9月の頭まで考えに行こうとしてて、うんうん、そのためのこの飛行機代であったり、はい、その現地での宿泊費本当にサポートする、経済的サポートが本当に今必要で、うん、それを本当に今、もうすごい近いんですけどもうそろそろって状態なんですけど、うん、本当に今それをが今僕たちの僕の音楽生活の活動の中でも大事ですね。うん、まあ、これまできっと SNS でそういう世界中の人とつながってきたリュウくんだけど、まあ、今度は本当に現地に行って自分の目で見て耳で聞いて、はい、また違うきっと感じ取るものがあると思うので本当、ね、楽しみです ねちょっとみんなでサポートして、また J リュウくんのためにも、いろんな活動を後押ししてほしいと思います。お願いします、はい。まあ、そうことにも関わるけど、まあ、J リオの活動のこととか、まあ、今後のいろんなお知らせとかはインスタとかでチェックできるのかな。はい、うん、もう僕はインスタがメインで動いてるので、うんうん、インスタを見てくれれば僕が何をしてるかっていうのは大体わかると思います、はい、ぜひ皆さんも、J.Rio R-I-O、まあ、スラッシュカタカナで今度は J リオ、打ってもらうと出てくると思います。素敵なプロフィール写真あれ実は今喋ってるそのスミト君が撮った写真であれもマグニファイの現場あったよね。なんか空き時間があったそうだよね。ちょっとっ突発的なねでもいい光が入ってたんで結構僕好きなんですよあの写真、ね、あれすごいイメージ通りでぜひ今後もいろんな使います。まあ、いろいろと話、盛り上がって楽しい話をしてきたんですけど、気づけばちょっともう時間が迫ってきてるということで、そうですね、来ちゃいましたね、はい。まあ、今後の活動とか、もう今年もう後半戦になってきますけど、はい、何か目指していることとかありますか。今後はそうですね、僕はやっぱ今後はアーティストとしてやっていきたいとも考えてるんですけど、うん、その中で今のところはいろんな人とコラボをしたいなと考えているので、やっぱこのマグニファイを通してだったりハロージーザスを通してつながったアーティストが本当にたくさんいるので、うん、その人たちと本当に最高の作品を作れるように今はこれから先に考えています。いいですね、うん、たくさんいろんなコラボ僕も楽しみにしたいと思います。